まさかのスイッチミスですか。しかしなかなか見れないシーンに、福岡大盛り上がりです。もう一度岡田コールを要求します。岡田和志か、今一度マイク。体がこんなに熱くなかったら全然汗かかなかったのに、こんなに汗かくのはあなたたちの盛り上がりのせいです。なんで盛り上がってるか教えてください。1、岡田が勝ったから。2、岡田が強いから。3、岡田がかっこよくて強くて勝ったから。どれですか。分かってる、みんなが3を選んだってのはもう顔に出てるよ。みんないい笑顔だね。俺の今年の夏のテーマ笑顔でしょ。鈴木さんもずっとニコニコしてたね。まあ公式戦あと2つ、俺が勝たなきゃ盛り上がらないし、俺が優勝しなきゃ盛り上がらないでしょう。余裕でしょう。残り2つ、そして優勝決定戦、優勝してここに宣言する。必ず俺が優勝するからな。というわけで今日はどうもアナちゃん。あとは2敗してしまったけど、俺が優勝して、その2敗分を取り戻す活躍をして盛り上げて優勝すればいいんでね。俺別に軽々しくな優勝宣言なんてしねえぞ。とりあえず頑張ります、優勝します、じゃねえんだ、必ず優勝してやる。失礼、疲れた。でもね、立ち止まらないよ。俺が立ち止まったとこ見たことないでしょ。別に2年間チャンピオンだっただけでね。それでもうゴールだなんて思ってないし、まだまだ突っ走りますよ。ちょっとすいませんね、笑顔になるようなコメント出せなくて。楽しかった、鈴木さんのことずっと嫌いだったけどね、いやよいやよも好きのうちなのかな。30歳になって、心が岡田和志か広くなったのかな。いや笑ってよ。そんなことないよって。まだまだ頑張るよ。1+1は
まだか、はあ、俺の G2 クライマックス。